Thank you.
my own two sons, I gave the rest, and a family compass with my pride. What humanity I knew was some of it. For eternity is nothing but short wire. Thank you.
改めまして名言商店です。よろしくお願いします。いや今年もね、盛大に開催って自分らが主催するのもなんですけども今年もね、我々やらせてもらいました。ここ、プラザオデッテにて、コピーバンドロックなイベントですね。背置き足伸びたかな、やってる間にね。そういうこともあるんですね。まあそういうことで、そういうことでね、どういうことで、そういうことになります。で今年もね、4回目になりますオデフェスト。また今回も素敵なバンドたちがもう本当にね、集まっていただいて、もう熱い一日になりました。ありがとうございます。なかなかね、こういう普段、我々アマチュアバンドっていうのはどうしてもこうクローズされたね、やっぱりライブハウスみたいなところで、普段はまあしのぎを削っているわけです。なかなかこう日の目を見るってわけじゃないですけど、公のね、あんまりこういうのをアマバンとかあんまり行くことないよっていう人たちにとってはね、こういう機会を持つことで、ああこういう連中もいるんだなっていうのがね、分かってもらえる機会になればということで、こういうふうなね、こうオールジャンルのロックのイベントやってますんで、またね、こう来年も続けてできればなとは思っていますんで、足を運んでいただければなと思います。よろしくお願いします。魅力ながらね、我々もまあ鳥って形ではやってますけども、なんで鳥かというとセットが大掛かりなんですよね。今回、我々アイアンメイデンっていうね、バンドの、カバーを、徹底的にやってるわけですけども、もう今回はメイデンが日本にね来まして、はい、それでもうジャパンツアーも終えていきましたけども、まあ、それの影響を色濃く出していこうということで、今回はもう曲の感じから、曲の曲順とかですね、セットリストなんかも、今回のジャパンツアーにかなり寄せた感じになってますんで、知らないなって曲も結構あると思いますんで、まあそこら辺も含めて興味を持っていただければなと思ってますんで、最後まで楽しんでください。よろしくお願いします。 The song called The Death of Gravity。
devil sends the beast with wrath because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. Thank you.
いるとかうまいこと言ってみたくなりまして、いや安心したでしょ、知ってる曲で来てね、よかったね、来てよかったな、あナンバー聞けた、今日帰っていいかなみたいな感じで、まだ返しませんよね、ちょっとねもうちょっとお付き合いいただきたいと思います。いや今日はねもうジャパンツアーにね今回まあこんだけあやめに話してるって言いながら一人しか言ってなかったですよね、わかりますわかりますよ、これがないんですよ、ね、まあねいろんな理由がありながらねみんなそれぞれ家庭がありました。ゆかりさんどうでしたか、あやめで、もう言葉では表せない、表せない、最高でした、うん、最高でした。まあねフェイスブックとかねいろいろ見てる方はよく知ってると思います。これね、ゆかりさん手作りなんですけど、オフィシャルの方のね、アイアンメイデンのいろいろね、なんだインスタとかね、ああいうのにもアップされて、ゆかりさんの顔がね、もう世界標準になりました。ね、少年、ね、オフィシャルに近づいたかな？近づいてませんね。近づいてないけど、あ、いるんだなっていうような感じだね。日本にもいるんだなっていうのをね、ガンガンとアピールしてきていただきました。ね、ここら辺のね、グッズとかね、はい、あもう今回のさ、とかですよね。これもね、何でしたっけ、ここ。あ、T シャツね。いいでしょ、このデザインね。相撲なんですよ。ジャパン限定。ねえ、素晴らしいですよね。うん。すいません、有料になりますんで、ごめんなさい。ここから有料です。もう日本にね、前回はね、震災の時にね、ちょうど当たっちゃって、アイアンメイデン、こう飛行機ちょうど来ながらも、震災がちょうどあって帰ってしまったっていうね、そんな過去があって、今回やっとね、来てくれたっていうのはね、そういう熱い思いを受けて、我々も頑張っていきたいと思いますけどね、あまり繋がらないですけど、はい、そんな感じで頑張っていきたいと思います。では、まだまだお付き合いいただきます。The next song, go! The fear!Thank you.
アンコールありがとうございます。ですね。まあ最近ちょっと恒例になってきまして、我々のライブで最後にみんなで一緒にやっちゃおうシリーズというのがありまして、もう希望者があればですね、勝手にギターなりベースなり持って上がってきていただければと思います。それでみんなでトゥルーパーをやろうかなと思いますんで、ご希望の方はエアでも何でも固まりませんので、エアでも何でもです。とにかくとにかく上がってきていただければ、もう全然いいです。みんなが出てくるまでちょっと、名電来日公演のレポートでも、とにかくすごい素晴らしい、まあ、いつもなんですけど素晴らしいライブなんですけど、まあ、今回は8年ぶりということで、すごいもう不安もかなりテンション高くなりまして、海外からもたくさんおかげのファンがやってきて、そういう人たちと一緒に過ごさせていただきました。2日間とも行きまして、2日間ともそれぞれ目玉みたいな面白いことがハプニングがあったりして、まあ、1日目はブルースがトゥルーパーの時にマイクを忘れて旗だけ持って出てきて全然歌わないで、もうワンコーラス丸々客が歌ったということがありましたし、あと2日目はパワースレイブっていう曲をやったんですけど、その時になぜかブルースは途中でちょんまげカツラをかぶってきまして、さっきのエディのちょんまげはそれのことなんですけど、そういう意味なんですけど、はい、それで、まあ、なぜかすごい安っぽいカツラで日本人を喜ばせてくれたということでした。オッケー。なんこの敵ブラシは。なんこれ。いいですね。いいな。集まれば集まるほど面白い。はい。ガンガン言ってください。あね。メタルブシのトゥルーパーは何でしたっけ？一目一目。じゃあファイナル行きますよ。